こんにちは、ワクワク 3D へようこそ。今回はですね、3D プリンターで 3D プリンターを改良していこうっていう動画になります。前回 3D プリンターの使い方を紹介していたんですけども、その中で使っていくうちにここが使いにくいなってポイントがあったんですね。それがこのエクストルーダーです。エクストルーダーというフィラメントを送り出す部分があるんですけども、そこがリリースするためのボタンが硬くて押しづらいっていう問題があったので、そこをですね、今回の動画で 3D プリンターで作れる部品で解消していきたいと思います。それでは制作プロセスを見ていきましょう。まずはエクストルーダーを分解して中身を調べます。ネジを外してエクストルーダーとステッピングモーターを取り外します。このように分解することができました。内部はみっちりと隙間なく部品が詰まっており、あまり改造の余地がありません。そこで外側に追加の部品を取り付けて、小さな力でボタンを押すことができるような部品を設計することにしました。力の増幅にはテコの原理を使用します。手書きスケッチでアイデアを出していきます。元のエクストルーダーのボタンを指で押そうとすると、このようにボディがたわんでしまいます。なぜかというと、この字型の板金の中で一番弱い方向に力をかけてしまうからです。一方で上から力をかける分にはある程度の力に耐えることができます。そこで今回は単純な棒状のテコを使用するのではなく、このような L 字型のテコを検討してみることにしました。これを使えば力の大きさだけではなく方向も変えることができます。既存の 3D プリンターについている部品には加工したくないので、ぴったりと合うような部品を作っていきます。そのために既製の部品を寸法を取って CAD 内で再現していきます。 3D プリンターは JG オーロラ A3S と A5 があるんですけども、このエクストルーダーの部分は設計がほぼ同じなので、この部品が設計できれば両方の 3D プリンターで使えるはずです。こんな感じでエクストルーダー周辺の部品を Fusion360 の中で再現することができました。このデータをもとに、ここにぴったり合うような 3D プリントできる部品を設計していきます。設計するときに心がけるのが、後付け感のない一体感のあるデザインにすることです。そこで本体から角度やプロポーションを抽出して、それを新しい設計に生かしていきます。こうすることで部品に一体感が生まれます。もちろん強度や機能上の問題でもう決まっちゃうところもあるんですけど、できるだけデザインの調和を考えて作りました。あとは試作を繰り返して、握りやすさや取り付けのしやすさを改善していきます。軸も 3D プリンターで作るためにこうパチッとはまるようになってます。で、一番上のちっちゃいのはそれのテスト用です。こちらが完成したデータです。エクストルーダーにぴったりフィットするように作られていて、このレバーを押すとボタンが押される仕組みになっています。チューブ付きでの六角部分とモーターの固定用ネジを使って取り付けます。軸はカバー側の部品と一体にすることによって、部品点数を2点にすることができました。このように組み立てます。テコの原理を使用することで、普通にボタンを押す場合に比べて3分の1以下の力で押せるようになっています。モーターの固定ネジへの影響を少なくするために、ネジ穴部分を1段低くしておきました。軸の部分はこのように斜めにスロープ状にすることによって、押し込むだけではめ込めるようにしました。それでは完成したデータの使い方を見ていきましょう。まずはデータを 3D プリントします。アルティメーカークーラーでこの2つのファイルを開きます。角度を合わせていきます。この部品はこの今の向きですね。このような置き方をすると、サポート材なしでプリントすることができます。大体でいいんですけども、間隔を空けて中心部分に置いていきましょう。あとは設定値を調整します。積層ピッチは 0.15mm にしました。設定項目の隣に出現するこの歯車ボタンを押すと、細かい設定を行うことができます。初期レイヤー速度にチェックを入れて、初期レイヤー速度を 10mps にセットします。こうすることで底面が綺麗になります。そしてビルトプレート接着タイプをブリムからラフトに変更します。ラ
フトの余分なマージンは 5mm あれば十分ですね。ラフト間のラップは 0.12mm に変更しました。まあ、こんな感じで変更するんですけども、長くなってしまうので概要欄に書いておきました。設定の参考にしてみてください。あとはファイル名を分かりやすいものに変更して、スライスしたデータを USB メモリ、SD カードに保存します。それではデータを 3D プリントしていきましょう。プリント操作の詳しい解説は前回の動画で行っているので、ぜひご覧になってください。このようにファイルを選択してプリントしていきます。このように 3D プリンターが自分自身の部品をプリントしています。フィラメントは一体感のある黒の PLA を使用しております。こちらのデータはプリント開始から 3、4 時間で完成します。プリント終了しました。早速取り出していきましょう。造形物からラフトが 5mm ぐらいはみ出しているんですけども、これがクーラの設定でいうところのラフトの余分なマージンです。ラフトが剥がし終わったので組み立てていきます。軸の傾斜がついている面から差し込んでいきます。そしてこう強く押し込んでいくと、この穴と軸がはめ込められます。はい、できました。あとは取り付けていくだけですね。動きも問題ないです。まずは JG オーロラ A3S に取り付けていきましょう。チューブ継ぎ手のリングを押し下げながら PTFE チューブを引き抜くと、チューブを取り外すことができます。次はエクストルーダーを固定しているネジのうちの上側の方を外していきます。ちなみにここで使用する六角レンチはこの 3D プリンターの付属品のものを使用しています。新たな工具は必要ありません。ネジが外し終わったら改造用の部品を取り付けていきましょう。チューブ継ぎ手が穴に通るように上側から取り付けます。奥までしっかりと差し込んだら、先ほど使用したネジを元の位置に入れていきます。ネジは確実に締めておきましょう。あとは外したチューブをチューブ継ぎ手に差し込みます。奥までしっかりと入れましょう。これで完成です。では早速使ってみましょう。まずは電源を入れてヒートにタッチ、アドをタッチしてノズルの温度を上げていきます。温度が上がりきったらフィラメントをセット。エクストルーダーの下側の穴から差し込んでいきます。行き止まりまで行ったらレバーを押します。そうすると奥に入っていくのでフィラメントを入れていきます。フィラメントがノズルまで到達すると押す感覚が重くなってノズルから樹脂が突出されます。次は取り出しを見てみましょう。レバーを押して引っ張るだけでフィラメントをスムーズに取り出すことができます。従来に比べてフィラメントの交換が非常に素早くスムーズになりました。フィラメントを挿入するときも取り出すときも、画面操作はノズルの温度を上げるだけで済みます。続いては大型機種 A5 にも取り付けていきましょう。チューブ継ぎ手の形が若干違うのですが、六角形の部分の寸法が同じなので改造用部品は両方とも問題なく使うことができます。それでは A5 の方でも試してみましょう。レバーを押してフィラメントを挿入していきます。
A5 はフィラメントの経路が長いために今まででは非常に時間がかかっておりましたが、この改造パーツでフィラメント交換を素早く行えるようになりました。このようにこの改造パーツは JG オーロラの A5、A3S 両方で機能することが分かりました。アップグレード完了です。いかがだったでしょうか。 3D プリンターを使うとですね、家電製品などさまざまな製品を買った時に不満点が見つかったら、買った後でも自分自身でアップグレードすることができます。こう便利じゃないですか。ハードウェアもソフトウェアのように後からアップグレードすることができるんですね。今回データを作成したんですけども、このデータは 3D データを共有しているサイト、シンギバースで無料で公開しておりますので、この JG オーロラの 3D プリンターを使用されている方は、ぜひダウンロードして使ってみてください。リンク下に貼っとくんで見てください。このチャンネルでは、3D プリンター、そういった自由に物を作ったりする時の知識や、作りたいものを作るような動画をアップしていますので、興味がある方はチャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回のワクワク 3D では、以前の動画で紹介した自作の掃除機のノズルをアップデートしていきたいと思います。究極のフィット感を目指すため、粘土で形状を作成し、スマートフォンで写真撮影、写真から 3D データを生成する方法を紹介していきたいと思います。次回の動画もぜひご覧になってください。